アイドウコウは鉱物の一種、ブルーマラカイトと呼ばれる宝石でもある。化学組成は CU322 で、結晶系は単写晶系。銅の代表的な二次鉱物の一つであり、世界各地の銅鉱床の風化体に算する。同じく銅の二次鉱物である空弱石と共生することが多い。アイドウコウと空弱石は、化学組成上は非常に似ており、 銅の工場の地表に近いところでできる点も同じである。しかし、藍銅鉱の産出はクジャク石に比べてはるかに少ない。藍銅鉱は生成環境がやや酸性でかつ炭酸ガスが十分にないとできない。天然で炭酸ガスに富む環境は大抵は酸性度は低いので、そのような環境ではクジャク石ができてしまう。だから藍銅鉱の産出は少ない。 ただ、クジャク石の方が安定性に優れていて、藍道孔を湿気の多い空気中に長時間放置すると大気中の水分を吸収して緑色に変色するという藍道孔がクジャク石化する例は割と頻繁に見られるが、その逆の例はないようである。藍道孔とクジャク石藍道孔から作った岩絵具で古来より東西で青を表す顔料として使用された。省略して、 群青とも言う、英明マウンテンブルー。銅山が多い日本でも、盛んに使用されたが、戦術の通りク石と混じって取れることが多いため、生成が難しく、苦弱石から取れる6章の10倍の値段で取引され、群青60グラムで、米一票買えるほどだった。敦煌の壁画をはじめ中国と日本の青のが料には、古来この愛道光が用いられてきた。 古代エジプトでも使用され、15世紀から17世紀中頃にかけてヨーロッパ絵画ではウルトラマリンより多用されたという、楽しい鉱物学 A、マウンテンブルー。ありがとうございます。